たじみ陶器祭りたじみ陶器祭りは、岐阜県たじみ市本町後の6丁目、事町で行われる身の焼きを販売する、毎年恒例のイベント。4月の第2週の土日に行われ、年間の来場者は、約20万人。たじみ陶器祭りでは、篠焼きや、オリベ焼きなどの身の焼きが売られている。陶器祭りでは、タジミ中の陶工たちが店を並べ、皿はもちろん、休止や、置物、 教務用子供用子の食器まで販売される岐阜県東農にある多治見市、時市、水波市、蟹市、笠原町の四市一町は昔から美濃焼を地場産業としてきた。中でも多治見市は美濃焼の集産地として発展して東農地方の陶磁器産業の中心地となっている。美濃は時源氏発祥の土地として鎌倉時代から室町時代にかけて 中央とも深い関係を持ったとされる。美濃には良質の粘土が多く、平安時代より焼き物が盛んであった。桃山時代の投稿集団や京から来た投稿や、茶商などとの交流により美濃焼きを発展させた。江戸時代になると民衆向けの雑器を作るようになり、幕末に磁器の製法が伝わってからは、磁器の生産が拡大された。 明治時代に入り陶磁器産業の近代化とともに飛躍発展した。ありがとうございます。